マグダレナ・コントレラスはメキシコシティを構成する16の管轄区域の一つで南西部に位置する。北部は都市化されている。それ以外は山と渓谷に富む自然保護地域だがスプロール化の圧力にさらされている。森林と自然資源を保護するために区政府はエコツーリズムを奨励している。マグダレナ・コントレラスはメキシコシティ南西部に位置し、 アルバロオブレゴンとトラルパンに接している。南部はメヒコ州と境をなす。面積は63.51平方キロメートルである。平均標高は2510メートルである。マグダレナ・コントレラスは47の地区に分けられている。土地はシエラ・デラス・クルセス山脈の東側のふもと及び低い山に沿って伸びている。野生動物や植物のほとんどは 南部の2、3ほどを占める保護地域に限られている。生態学的に、また観光の上でも重要な土地であるが、スプロール化による劣化に直面している。不法な集落は環境に損害を及ぼしている。環境及び安全面で重要な問題は、渓谷の険しい斜面に建てられた違法建築物である。不法な集落からは大量のゴミが捨てられ、水質汚染を引き起こしている。 政府によれば106の違法な建築物があり、1000人ほどの居住者が住んでいる。これらは浮きに土砂崩れの被害に遭う危険が高い。問題に対処するために不法な集落の住民を転居させ、田園地帯の土地の所有者にエコツーリズムなどの開発を奨励している。ロス・ディナモスの峡国エコツーリズムは環境保護の面でも経済的な面でも重要である。 政府は主要な地主にエコツーリズムのための公園などを開発することを奨励している。マグダレナ・アトリティクは2011年にメキシコシティの21のバリオ・マヒコの一つに選ばれた。最大のエコツーリズムの公園はロス・ディナモスで2429ヘクタールの面積がある。2010年の国勢調査によれば マグダレナ・コントレラスの人口は239,086人である。北の一山は主に住宅地であり、南部は農地、または保護地域になっている。標高の低い地域に人口が集中している。この地域には先古天気後期の紀元前500から200年頃から人が居住し、クイクイル湖の支配下にあった。シトレ火山の噴火によって、クイクイルコが滅亡すると、 住民は高知に逃れた。高知は狩猟最終民の、おとみ、父目カおよび縄族が共存していた。その後テパネカがこの地を征服し、コヨアカンの一部になった。アステカ帝国がテパネカを征服すると、小さな湖の中に大きな岩があったため、この地は、アトリティクと呼ばれるようになった。スペイン人がアステカ帝国を征服した後、ドミニコ海は、 マグダラのマリアに捧げる町と教会を建設し、アトリティクの名はマグダレナ・アトリティクに変えられた。マグダレナ川を利用して、ヘロニモデレオンは1543年に水力による製材所を設立した。17世紀にコントレラス家によって工場が建設され、そこがコントレラスと呼ばれるようになった。18世紀末に織物工場が建設され、 一体の産業と人口が発展した。19世紀末には生産した織物がメキシコ式シとクエルナバカを結ぶ鉄道を使って出荷された。19世紀まで地域の人口の大部分は農民、または織物工場の労働者で生活環境は貧弱だった。20世紀初めにメキシコ式シ連邦区は何度か再構成された。最初この地は 独立した無シピオであったが、1928年の再編によってメキシコ式シ連邦区を構成する区の一つになった。メキシコクエルナバカ鉄道は1997年に廃止され、コントレイラス駅は公園になった。20世紀後半は人口の増加で特徴を付けられ、特に北部で目立つ。1963年に外部環状道路が延長されて、 マグダレナコントレラスを通るようになった。道路によって人口が増え、1970年代の住宅開発が促進された。1900年の人口は8150人で、そのほとんどがマグダレナの町に住んでいたが、1940年代から急速に増加して1960年に4万人を超え、1990年に19万5000人に達した。 その後も2000年に22万2000人、2005年に22万9000人と増え続けてはいるが、増加速度は落ちている。家の建てられる場所には制限があるにもかかわらず人口が増加しているために、保護地域や土砂崩れの危険性のある斜面への違法な居住が起きている。ありがとうございます。